松本人志馬乗り写真に新疑惑黒幕判明か。自身の加害疑惑問題を報じた週刊文春を提訴したダウンタウンの松本人志、第1回口頭弁論が3月28日に東京地裁で開かれるということで動向が注目される中、ある一枚のハガキが松本の所属する吉本興業幹部宛に送られてきたという。吉本の関係者によると、ハガキの内容はフライデーに報じられた大阪のホテルでの馬乗り写真の件についてで、その背景に黒幕がいるというもののようですとコメント。この馬乗り写真というのは、松本が女性との飲み会中に長椅子の上で仰向けになった松本にまたがる女性が写し出された写真だった。そして届いたハガキには馬乗り写真の黒幕に関する情報が書かれていたようで、先ほどの関係者によると、名指しされている男性は元吉本芸人です。芸人としてはそれほど知られていませんが、 YouTube で人気を集めています。彼は昨年ある事情で吉本から離れていますと言及した上で、ハガキには大阪の出来事は彼を含む芸人グループが吉本を陥れるために仕掛けたことだと書かれています、というように黒幕の存在について語っていた。こうして